あってことはじゃあ実質タンパク量は増えてる。増えたっすね。200ぐらい増え、200ぐらいになったんですか。そうっすか。 2.5 倍ぐらいだったんですね、体重の。将来環境がなんか良くなった感じがするんですよ、うん、本当に同じもの食ってますね、ずっと。でそれはオンもオフも。オンもオフです。もう何食ってたんですか。さあそしてそんな中で食事の話に行きたいと思います、はい、岡田選手の今季の食生活、オンシーズンちょっと聞いてもいいですか。めちゃくちゃ2020、はい、2021年って調子良かったじゃないですか。何が変わったかっていうと、うん、まあ、コーチがついたっていうところなんですよね、うんうんうん、20年から、うん、それまで今まで一人やってて、やっぱ客観視できてなくて、そうなんか落としすぎちゃったりとか、うんうんうん、絞りきれなかったとかあったんですけど、20年からしっかり管理してもらって、うんうん、カロリーと、まあ、僕のそのコンディションを見て、あ、ちょっと増やしましょう減らしましょうみたいな、うんうんうん、食材が合ってないかもしれないです、変えましょうみたいなことをして、20年からコンディションが良くなっていったっていうのがあるんですけど、うんうんうん、今年今季で言うと本当に同じもの食ってました、ずっと。ほう。でそれはオンもオフも。オンもオフもす。ほう。はい、何食ってたんですか。米と魚っす。魚、鳥をやめたんです、今回。それはなんで。純粋に鳥がちょっと嫌だったっす、うん、けどなんか変な戦略ではなく、じゃないです、じゃなかったんですけど、それが見事に当てはまったんです。魚がめちゃめちゃ合ってたんです。ちなみに魚は何とってます。ティラピアと、うん、あとタラスね。ああ、要は白だ。白す、うん、サーモンとかじゃないんですけど、うんうんうん、白い魚を食べてて、基本的に、うんまあ、もちろん牛も入れてたんですけど、うん、牛と魚と卵ぐらいと米だけです。でも魚をメインとして補助として、まあ、たまにこうちょっと疲れたなって時に牛入れたりとか、まあ、牛4食僕食べるんですけど、うんうん、1食は牛で3食は魚って感じ。ほう、じゃあ毎日牛も食べるんだ。食べます、食べます。どういったところが変わりました。まあ、あと食事だけなのか分かんないですけど、有酸素もまあオフシーズンやってたんで、うん、無駄なものがつかないんですよね、うん、脂肪と。であとすごく調子が良くて、要は、うん、魚って消化めっちゃ早いじゃないですか、うんうんうん、だから胃がすごく腸内環境がなんか良くなった感じがするんですよ、うんうんうん、で僕今まで取り食ってた時って 150g を4回食べたら、うん、それ以上超えるとうんこ臭くなったりするんですよ。要は鶏肉の質量として150を3回。タンパクでいうと、うん、まあ120、130とかになるんですかね。でプロテインとか入れて 150g ぐらい、体重2倍ぐらいですよね。取るともうおならもうんこめちゃくさい、うんうんうん、でちょっと緩いみたいな、うんうんうん、ってことは消化できてないんだってなるじゃないですか、うんうん、でもそれを魚を今回 200g ぐらい取ってたんですよ、うん、を4回と、プロテインなんて 2,3 倍飲んでたんですよ、うん、全然平気でした。あ、ってことはじゃあ実質タンパク量は増えてる。増えたっす、めっちゃ増えたっす。200ぐらいになったとか。そうです、 2.5 倍ぐらいになったんですかね、体重の、うんうんうん、増えたんですけど、なんかもう体の調子がすごくいいですね。おお、これはやっぱりそれが多分食材が合ってる合ってないっていうのもあると思うんですけど、いや、そこでほぼ判断じゃないですか、はい、やっぱ便の調子、胃が楽か体が楽か。そうです、ね、まあ、あとその皮膚感ですよね、はい、やっぱり合ってないものとか取り続けると、これね、ほんと面白いんですけど、タンパク量って取れば取るほどいいってわけじゃないですよね。そうです、そうです、自分で吸収できる、はい、現在の筋肉量で吸収できるタンパク量ってマジであるんですよ。で僕はその判断がおならとうんこだったんですけど、はい、それが良かったですかね。だから結構オフシーズンでも質感良かったんですよね。あ、でもこれ新しいですね。これちょっと今日の食事のキーワードなんですけど、岡田選手はタンパク量が増えたとしてもタンパクの内容を変えただけ で、 そうです、ね、非常にそれが消化吸収できたという実例があった、はい、これはなんか一つのエビデンスとしてはいいのかな、うん、うん、いや、そうですね。僕の中では同じ食材で吸収できるタンパク量の調整っていうところにフォーカスしてて、僕200いっちゃうともうダメなんですよ。鶏で200、はい、鶏と卵で200いくともう僕の場合はどこで判断、お腹とか壊さないんだけれども、体重とかちゃんと落ちてって絞れてってるのは分かるんだけど、皮膚感がこうなんか水っぽいというか、はいはいはい、なんかぼやけた感じが常にある。だからそれをタンパクを180以下に落としたんですよ、鶏で。そしたらいつも通りピシャーっとこう張り付いた感じになってったっていうところで判断したから、はい、でも確かにそれ新しいですね。食べる内容、タンパク内容を変えてタンパク量を増やしてみて、そうですね、今回当たったと、はい、おー、素晴らしい、これは情報で。ぜひ皆さんちょっと今皮膚感とか減量に苦しんでる人、このタンパク質の内容を変えるっていうことをちょっと一回試してみてほしいですね。はい、大きく変わるかもしれない。たまたまだったんですよね。あれが嫌で魚食ってたら、あれみたいな、調子良くない、うん、みたいな感じで当たっただけなんですけど、うん、まあでもやっぱりこのコンテストとかボディ競技とかって、やっぱこのいろんなことを試す。そうですね。でやっぱりたまたま当たったことが自分の経験則となるね、はい、自分の勝つ作戦っていうね、はい、減量方法っていうことになるんでね、もうぜひ皆さん試してみてください、はい。